三駅で到着。モアイがいるよ。こんなところに、うん、なんだこれは陰陽石のデザイン今のは陰陽石なのか。ハニワもいるんだ。なんかハニワがいっぱいいるところあったね。どこだっけ、平和台公園。あ、そうだそうだ。なんか変な音のする石が。そうそう、変な音のする石ね。うん、そうそう。こんにちは。あ、お二人様で1600円になります。私が、宮崎に初めて来た年に、ね、うん、来たっきり、うん、もうどのくらい経つかな。ゴーカート借りるの？うん、ゴーカート借りるよ。僕に触らないでね、トゲがあるよ。バラみたいなこと言うやつだな。かっこいいね。カート利用できます。はい、モアイ広場も見て来られました？はい、あ、まだです。まだですか。カートでは入れないんですよ。歩きのみになります。でここから歩いて 2,3 分になるんですけども、あともう一つ、今からですね、あと10分もしないで多分高校生たち、修学旅行生が来るんですよ。でモアイ広場の方が混むと思うので、もしあれでしたら先にモアイ広場行った方が、ね、はい、そっちの黄色い人形が座ってますよね。坂道じゃなくて建物の間の道ですね、はい、行ってもらうと 2,3 分で行きますので。行きます、はい、先に、はいはい、先に行こう。上がってくる頃だと思うバスが。そうなんですね。うわ、やばい。はい、すみません。そんなに来るんだ。早いとこ回ろう。子供たちに紛れて、え、小学生、中学生、わかんない。私10代に行った。モアイだよ。モアイさん、こんにちは。何にでも挨拶する人。ゴーカートはどこまで乗れるのかな？上の方かな。うん、前は行けたり。だけどね、モアイのところまで上の方をぐるって回ってくるみたいな。うん、そう、一回上に登ってまた降りるみたいな。あれ、こんなに大きかったんだ。うん、意外と大きい。意外とね、意外と僕みたい。意外と意外と大きい。あ、似てるね、僕と。下ネタです。息をするかのように下ネタが出ちゃうんだ。下ネタ言わないと死んじゃうんですよ。ね、持ってるけど、まあまあ、ね、うん、まあ、ね、いいね。いいね。雄大な景色だ。あ、モヤイが見えてきましたね。まだ人は少ないです。そうだね。けど、この後修学旅行生が。モアイのジンクスだって。夢叶う。一番右が学力、金運、結婚、地球の平和。地球平和。すごいね、壮大だね。恋愛、健康、仕事。健康と金運。と、うん、欲張りだね。世界平和。すごいね。世界平和大事だね。もともと最初からドローン禁止だったけど、どうなんだろうね。中からなんか禁止になったりしますよね。ドローン禁止だそうです、ね、持ってませんか。モヤイのところ行ってみる。
ってみよう。もやい。もやいさん。世界平和で。世界平和で。うん。世界平和のモアイ。うん。ですね。健康。あ、こっちが健康。うん。健康ね。うん。やっぱり健康ですよ。何より健康。まあ綺麗だよね、ここからの景色。綺麗だね。晴れてたらもっと綺麗。前の後ろ姿、レアな後ろ姿。完璧だ。完璧だね、みんな。あの赤ちゃんの頃の寝方が悪かった。そうだよね。経験者なんだよ。前払いでいただきますね、はい、であとは延長分の方が30分ごとに300円の延長分になります。はい、これがバックですね。はい、これで前進です。はい、あとはもう踏みあのアクセル踏むと進みますので、はい、一回踏んでみましょう。はい、もういいんですか。はい、そのままグーッと、はい、あとはもう交換の方向、はい、この上に上がってください。返却はこちらからですね。はい、はい、音すごいな。黄色い人。友達友達になっちゃった。いいね。マブだし。久々に聞いたその言葉。本当だ。マブっぽいね。仲良し。仲良しだね。
仲良しごっこするごっこ本当の仲良しではない無口だからそうだねみんな無口そっか、辛いね素敵やん。あ、そっちの人の方が好み？どっちが好み？どっちかつーと。どっちかつーと、うん、どっちがいいかな。おちんちんはどっちがいい？見えるの？見えてる？出してあげて。下ネタか。知らなかった、うん、死ぬ縁起、うん、どうなってんだこれ残り火原爆の残り火見える肉眼で見えるけどあでもすごい匂いがするずわりと火ついてるんだろうか、これね、灯油っぽいよね、匂いあ、そっちもあるってこと？ね、なんで？どうして？何がある？金が鳴るってことか。お金入れてみる。有料の金なんで。初めてなんかお金入れて金鳴らすの。鳴らすよ。うん、鳴らしてみて。ガチャじゃないよね。ガチャ。どうなんだ？お、なんかなんだ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 。おお、うん、おお、未来ちゃん生きる生きる未来ちゃんおお、何回鳴らすんだうん、うん、終わりかいお疲れ様でした蝶々いませんでした。はい。ブランコだよ。わーいわーい。ブランコだ。ブランコやろう。